まあやっぱ気になったニュースっていうのがあってですね。まあそれは何が気になったかっていうと、やっぱその NHK のサイトに出てたのが、えー、東京五輪の運営費1兆8000億、1兆8000億円と、えー、当初見込みの6倍っていうね、このニュースが載ってて、えー、どういうことっていうのが、だから当初は、えー、3000億円で、 え、東京オリンピックをですね、運営するという資産を立ててたのにですね、ここに来て、東京五輪の運営費が一気に6倍の1兆8千億に膨れ上がったと。え、いうことでね、もうこれは本当にその問題になった新国立競技場、え、とかの施設の費用っていうのは、は除いてるんです、それ以外の運営費で、だから施設じゃなくていろんな運営、 をすることに、1兆8000億、約2兆円が使われることになったっていうね、これはも、めちゃくちゃやなと。だから新国立競技場でも最初2500億円、最初1300億円ぐらいやったのが、2500億円になって、それが大問題になったと。 もうそれ以上の問題ですからね。新国立競技場が1300億が2500約2倍。まあ、こっちはですね、約6倍に跳ね上がったと。でどれだけそのデタラメな、えー、資産をしてるんだということがね、これ本当国民怒らなあかんのちゃうかなと。うん 例えばその、えー、公明党がですね、軽減税率、軽減税率って言ってね、まあ、低所得者対策にと、まあ、いうことで食品を、えー、軽減税率適用しましょうってね、まあ、そういうのは一応方針は決まったみたいなんですけども、まあ、その財源が1兆円ですよと、えー、それがですね、この東京五里の運営費がそれの2倍、 1>, 1兆8千億。えー、それをですね、国民、東京都民が負担することになるっていうことを考えたらですね、低所得者対策って何なのっていうことになりませんかと。どれだけその無駄遣いをするつもりなんだっていうね。 んだ、これはやっぱもう説明責任がいりません、ね。どうやったらこんなに、えー、なるのかと。ね NHK のそのニュース動画ではですね、これコンパクト五輪にすると国はね、コンパクトにするっていうのがですね、なんで6倍に膨れ上がるんだと。うん、それはもう無茶苦茶ですよと、これ。な、なんで、 えー、おかしいと思わないんですかっていうぐらいのあれなんですけども、まあ、ロンドンのオリンピック、の NHK に書いてあるのは、ロンドンのオリンピックでも、えー、開催費用が当初の3倍に増えたという、まあ、前回のね、という事例はあるんですけうど今回6倍ですからね。そ、うん、それどれどだけその 資産が甘いのかっていうのと、これ資産した人の責任問題になりますし、やっぱり国の責任問題、まあ、東京都の責任問題、えー、なんでそんなね、そういう、えー、ことは誰も聞いてないでしょうと <laughs>。って僕は思いましたけど、ひどいなと思います。これ、本当新国立競技場のね、あのなんかドームのね、キールアーチのンがですね、 全然可愛く見える問題じゃないかなと思うんですけども、こんなもんに1兆8000億使うんだったらですね、もっと本当に低所得者対策に使ったらいいじゃないですかと。軽減税率の、えー、財源でも上げたらどうなると、公明党とかね。うんまあ、まあ軽減税率は軽減税率で問題は山積みなんですけども、ただこんなもんにね、2兆も使われると、国民の税金がね。 ほら、ど,どんだけやねんと。なんか、こう、本当になんか昔の奴隷制度っていうかね。なんかピラミッドとかお城とか作るようなね。どんだけその国民を馬鹿にしてるのかなと、え、思いましたけどね。まあもうこれしっかりね、野党とか追求しなあかん問題ちゃいますかねと。議会とかでね。うん。それはちょっと、 えー、今日気になったことです。